ウクライナ放棄軍は、ウクライナに存在した反体制武装組織。独ソ戦中の1942年10月に結成され、主に西ウクライナにおいて、赤軍とドイツ軍の双方に対するパルチザンレジスタンス活動を行い、第二次世界大戦終結後もソ連と戦った。ソ連とその後継国家であるロシアにおいては、ナチス協力者、 戦争犯罪者と扱われているが、ウクライナにおいては2014年に名誉回復がなされた。ウパを指揮したロマン・シュヘイビチドイツ軍の暴虐に、ウクライナ人農民は各地で抵抗していたが、やがて1942年10月、ボルイニでウクライナ放棄軍を結成し、ウクライナ民族主義者組織の軍事組織と合体し、ロマン・シュヘイビチが司令官となった。 ドイツ軍や赤軍パルチザンと戦い、ポーランドでも活動した。1943年には4万の勢力を有していたが、外国からの援助はほとんど得られなかった。翌年、ドイツが敗走して、再びソ連軍がやってくると、大ソゲリラ活動を開始し、西ウクライナのかなりの部分を掌握する。しかし、ベルリン陥落後、ソ連はウパ撲滅に全力を注ぎ、 支持層の地域住民の追放、ポーランドやチェコスロバキアと共同軍事行動を起こし、ポーランドでは国内のウクライナ人を強制退去させるビスワ作戦が行われた。また、農業集団化によって食料を得にくくなり、戦略ミスによって支持者が離れ、1950年に司令官の守兵備地が戦死すると活動停止状態になる。 数年間にわたって散発的に戦い続けたが、活動を収束した残党は、西ヨーロッパ、特に西ドイツや支援者の移民がいるアメリカ合衆国に逃亡した。ウクライナ放棄軍は、ソ連や後継のロシア連邦の歴史認識では、ナチス協力者、戦争犯罪者と扱われている。ウクライナは1991年のソビエト連邦の崩壊によって、 独立を果たしたが、しばらくは、ソ連時代の歴史認識の影響が強いままだった。しかし、2014年マイダン革命により、新ロ動派のビクトル・ヤヌコービチ大統領が失脚し、反露派のペトロ・ポロシェンコが大統領に就任した。ポロシェンコ政権は、旧ソ連の残滓を取り除く政策を数多く言った。その結果、ウクライナにおける歴史認識は大きく変化し、 ウクライナ放棄軍も名誉回復がなされた。ウクライナの祝日、祖国防衛者の日は2014年からウクライナ放棄軍の創設日である10月14日に移動した。ありがとうございます。